秘密基地の歩き方。どういうこと？なんかどうしたらいいか。秘密基地の歩き方。いいじゃん。バッテリーパーク編。どうも、秘密基地ゆきです。サトルです。スミレイトです。今日はですね、バッテリーパークに来てます。バッテリーパークはどこにあるかというと、はい、マンハッタンの一番下、ロアマンハッタンの最南端にあるとこに来てます。はい、そこは何があるかというと、一番簡単に言うと12の女神に行くフェリーがあるということです。で、川沿いにベンチとかいろいろあって、そこを歩いてのんびり過ごすっていう感じですね。はい、なんか公園って感じはそんなない。そうね。なんかもうフェリー乗り場っていうね。そんな感じよね。まあじゃあということで、はい、この辺を今から回ってご紹介していきたいと思います。はい。レッツゴー。レッツゴー。じゃあそれではバッテリーパークを歩いていきましょう。はい、ということで、もうすぐそこは海沿いなんですけど。なんかあるかな。そう、海辺と言ったら海辺にレストランとかがあって、あレストランかあれ多分あれレストランなんですけど、でもう海辺のデッキに座って景色眺めながらランチするのもね、最高やん。最高です。あれは金持ちの遊び。まあね。でもいいねあれね。うん、まあ、私はお腹空いたーって見るぐらいですよね。いやビール飲みたいわ。間違いない。もうすでにここから銃の女神が見えるんですよね。だからね、ただその十の女神を見に来るのもいいと思いますね。チケットはここで買えるんですけど、値段がフェリー乗って十の女神の周りに行くのとエリスアイランドっていうところに行くので18.5ドル、で62歳以上14ドル、子供4歳から12歳9ドルですね。皆さん自由の女神って英語でなんて言うか知ってますか？最初に来た時とか、なんか自由の女神って英語でなんて言うんだろうみたいな。フリーダム、そう、フリーダムクイーンとか思った俺。そうですよね。だってその言葉から自由の女神考えると、まさかスタチューオブリバティが自由の女神とか思わない。確かに、まあ、観光できたら。フェリーめっちゃ揺れてるじゃん。なんかかっけえの来た。ヨット。かっけえ船来た。うん、本当だ。世界一周してきたよ。トムソーヤ。トムソーヤ。いやなんかいいね。いい。海辺がいいのいいと思って。風が気持ちいい。気持ちいいね。で風になんかなびいてて思ったんですけど、なんか気づいたことない。気づいたこと。風で。どうしたの頭。頭？あ、髪の毛の話。どうしたの？パーマかけてみたわ。チューチューパーマ。どう？何があったの？何があったわけじゃないよ。そうだね。絶対何かあった。何があったの？何もないよ。モテなかった。モテなかった。モテなかった。イメージは誰？イメージ？奥田民生。奥田民生。超いいよ。そこいい。いや目指すところはそこでね。まあ、そうだ。目指すおっさんはそこでそう。あらあらあら。トライトム。あら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 。トライトム。これはいいんじゃないですか。飲みたいでしょ。熱いもん。でもランブラックね。
じゃあ早速はい序盤から。早かったね。いや、まだ開始すぐにさ、見るもんないっちゃもんなって。でもある。イエーイ、お疲れ様でーす。セロニー。うまいわ。いいわ。やっぱ日曜はビールやな、昼間から。昼間からビール最高ですね。はい、それじゃあ、サテンアイランドのフェリー乗り場に着きました。はい、どうしたはい、で私たちはバッテリーパークの真ん中から海沿いを歩いて下の方まで来て、このサテンアイランドフェリー乗り場に泊まってきたんですけど、早速中に入って乗り方をご紹介していきたいと思います。行きましょう。ショーあれやろ、地下鉄のあれもいらないと思うんです。そう、ただ多分、はい、ちょっとチェックしてみましょう。 Yeah, it's too embarrassing to say you're doing the free ferry. You might be embarrassed. ここやっぱりメトロカードいらないみたいです。ただここのゲートを通るだけで、あのもう場に行けますんで、時間だけチェックしていくといいと思います。2個乗り場があって、で時間が出てるんで、早い方に並べばすぐドアが開いて入れるんで、ドアの前で待つだけですね。はい、どうでしたか、フェリー。初めて乗った、でもサテンアイランドに行くフェリー初めてで、はい、ただで行けるんだと思って。しかも結構、自由の女神が近くて、ね、上等です、ね、いいよね。なんか変な話、わざわざお金払って、うん、まあ、島に行けばまたちょっと別のね、楽しみがあるんだろうけど、いいのかなって、うん、夜も行けるみたいだし、24時間ね、便利だな。多分俺らもすぐ往復してきたけど、みんなそんな感じだったと思う。
降りてすぐ次の折り返し暇つぶしにいいんじゃないですか暇つぶしにいい、本当にいいそんな感じですね。ね、そんな感じですね。はいはいはい、今回はバッティングダフと立てアイランドに行きましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、いかがでしたか。いかがでしたでしょうか。次はね、どこに次ね、まだまだ見どころとか、いろんなところいっぱいあるんで、次回も、はい、よし楽しく、はい、行きましょう、はい、じゃあ次の動画でお会いしましょう。はい、お疲れ様です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンぜひお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。皆様、笑顔一日頑張りましょう。ゴー